ユリアン、レトリーバー NHK の鈴木直子アナウンサー、42が4日、MC を務める情報番組、朝1、月金曜前 8.15 の公式、インスタグラムを更新。番組にゲスト出演したお笑いタレント、ユリアン・レトリーバー、33の印象を綴った。9月から配信スタートした、ネットフリックスのドラマシリーズ、極悪女王でダンプ、松本役を演じて、話題となっているユリアンについて、鈴木アナは、長い期間体作り、役作りして臨んだ、ダンプ松本さん役。ものすごい覚悟で取り組んでいたのが伝わってきましたと、振り返っていた。鈴木アナは、神奈川県出身で2004年に、NHK に入局。高松局、松山局を経て、東京アナウンス室勤務となり、NHK ニュースおはよう日本、ニュースウォッチ9、NHK ニュース7でキャスターを務めた。第一子出産による産休、育休を経て21年春から朝1を担当している。ユリアン・レトリーバー本名、吉田ユリ、吉田ユリ1990、平成2年11月1日生まれ。奈良県出身。関大4年時の2012年に NSC 大阪校に入学。1年目から頭角を現し、17年には NHK 情報漫才コンテストで女性ピン芸人初の優勝を飾った。芸名はあだ名、ユリアンと店主、ゴールデンレトリバーから、